あちらにいい車見つかったと思います。ほら、フォードアのスカイラインに今度ツードア GTR じゃないんですが、すごいいい車じゃないでしょうか。見た目はね、これから変わります。これから変わる。これ見た目が色とかのことで買ったわけじゃないです。いい車で、これはスティーブさんの好みの車だったんですが、あっちゃん好みとこのスティーブ、スティーブ適点のスティーブの好みはちょっと違います。あまり時間のない中でこれ急いであっちゃんのところに送らなきゃいけないので、急いで、この改造計画プロジェクトを開始 しなきゃいけないですよね。いい車ですよ。でも十分にいい車です。いい値段で買えたと思うし、かっこいい中身、内装はすごくいいと思います。内装はおしゃれ。あっちゃんはこのスパークルのシートあまり好きじゃないと。レーシングシートはニスモのやつは別で、なんか友達持ってるのでそれ変えたらって入れたいって言ってるんだけど、なんか悪くはないですよね。程度がいいですね。なんかアンダーグローもここにあるし、ドアパネルも綺麗だし、サンルーフはあるし、そしてこちらのスポイラーウィングって言うんですか、これもついてきました。ホイールも来たんですよね。これは一つ16インチのホイール、なんかかっこいいのはかっこいいんだけど、16インチはこれも16インチ小さいんだよね。16より17、18ってほらあちらのスカイラインみたいに血の方がサイズ的にはいいような気がするけどね。18インチ、正直に言います。このステッカー、YSP のステッカーは、まあ、前のオーナーのスティーブさん好みだったと思うんですが、もう今すぐにステッカーなしの車はどういう感じなのか、まずここからスタートしましょう。綺麗に剥がれましたね。まあこの方がすっきりします。色は黄色、も、変わりますね。普通のでこれからなんですが、とりあえずステッカーがないこと。今度ホイールはどうするのか、こういうものにするのか、この部分はあるんで、これはいるかどうかということですよね。好きな人もいるんだろうと思うんだけど、どうだろうね。あっちゃんに聞かないと分かんないですね。どう、まあでもね、いい車になります。いい車になりますね。でもやることが多いです。整備の面で、オイル交換、そしてフィルター系の、ね、交換などをやらなきゃいけない。まだミスファイアはちょっとしたミスファイアがあるので、そして次は色、何色にするのか、ラッピングになるんだけど何色のラッピングになるのかということと、ホイールはどうするのかと、それを上で今度あっちゃんのところまで届きに行かなきゃいけない、もしくは取りに来てもらわなきゃいけない、トラック売りに出さなきゃいけない。やること多いですね。ステッカーなしでスッキリしました。もう雪森レディもね、嬉しそうだよね。よかったね。次はこの、これ気になったんですよね。まずこのここに貼ってあるテープで貼ってあるのあるんで、あっちゃんに相談したら外しましょうということで、ちょっとこのブラウっていうのかな、なんていうんだろう、これをちょっと外します。あとはね、気になることがこの車に一つあります。コードでこの車体番号とこのコードが書いてあるのは、車がもともと黒だということがこう分かりました。まあ今黄色なのは分かるんだけど、エンジンルームは完全に赤ですよね。いつか全塗装されたのか、いい感じに塗りましたね。黒があったとしても目立つようなところはないですよね。なのでドアの中とかもよくこう見たら分かることがたまにあるんだけど、これもこういうところとかをね、ちょっとこう後ろに、でもこの車は塗装の時はこれちゃんと外して塗装していたようなので、色が元の黒というのはどっかに判明されるかは
わかりません。この下かな？なんかこの下に黒っぽいのはあるんだけど、黒だったんです。たまにこの下とかも、ね、これを上げるとわかるんだけど、これもわからなさそうですよね。こういうところとかもね、わかんないですよね。全塗装している。トランクルームは黒なんだけど、誰かが黒を自分で塗ったのか、なんかスプレー缶でなんかやった後の感じもするんだけど、一応黒は黒なんですよね。オーバースプレーは少しあるようですよね。いつか塗装されたのかな、黒から赤に。でその時にエンジンルームまでフル塗装でこの色、この赤い色に変えられた時があったのかなと思います。ない方がスッキリしますよね、私に言わせると。もちろんこれ磨かないといけないんだけど、それはまた後ほどやりますが、こっちよりこっちの方がいいんじゃないでしょうか。ねえ、リキモリベイビー、そうでしょね。ところでガムテープはね、時間経つと溶けちゃったりするとすんごい嫌な、なんかベタベタするようなものになります。クリーンアップにはアルコールを使ってるんだけど、なかなかやっぱりこれも長年ここについてたものなので、なかなか綺麗にならないですね。あちゃんの車についてきたのはこのフィルも、これは三つ目のフィルのセットでもらったもの。これもなかなかなんか懐かしいっぽい、なんていうブランドなのかな、ヴィスコンチか、ヴィスコンティ。多分あっちゃんがね、これから計画していることを考えると、こういうホイールじゃないと思うんですね。こういうのも多分あっちゃんはちょっと好みではないと思うんです。これパパの好みかもしれないんだけど、でも大きさは18インチ、ほら16インチがやっぱりちっちゃい、この車に。特にフェンダーがちょっとワイド感があるんで、全然後ろと前も16インチってこのオフセットだと、かなりスペーサーとかをかまさない限りはかっこいい見た目にならないので、ちょっと試しにこのスカイラインのホイールを一度これにつけて、見たいなと思いますね。次はヘッドランプやろうかなと思って、あのヘッドランプのレストレーションキットを買ってきたんで、いつも使ってる 3M のものを買ってきたので、これにちょっと磨いてみようかなと考えてます。そして次、こうスティーブさんに譲ってもらったシート、こちらのシートを車の中に入れることですよね。そしてラッピングの色も決まりまして、注文してあります。ホイールもどういう感じのものがいいのかっていうこともあっちゃんがもう選んでるので、それもすぐにでも注文をしなきゃ間に合わないと思います。このホイールをやっぱりこの車に戻さなきゃいけないですよね。かなりどちらも行っちゃってますね。これは一番、まあ、今まで使いやすい、まあ、慣れてるという部分はあるんで、ドリルさえがあれば簡単にできます。以前の動画にも紹介したことあるので、よかったらチェックしてみてください。すごい便利な、まあ、安い10何ドルだから2000円以下の、ものです。ずいぶん違うんじゃないですか。全然違います。以前同じくあの4枚のスカイラインのヘッドランプもやって、これも数ヶ月経ってるのにまだいい感じですよね。約1時間ぐらいの仕事で、こんなに綺麗になりました。あっちゃんに今写真送ったところ、超ナイスって書いてきたんで嬉しいです。パパいい仕事できたかな。あちゃんはこのシート好きじゃないんだって。ところで後ろのシート、純正のシートはすごい綺麗だよね。もう新品みたい。このシートは親父のものだと言ってた。やっぱりダサいと、好きじゃないと、早く下ろしたいと、ということだったので、
まあこれからラッピングの色とかを考えると、これから入れるブルーのシートがの方が似合うような気がするし、かっこいいと思います。綺麗だよね。これは何なんでしょうね、このコントローラーって。これはこのエイペクシーというんですか、ペクシーというんですか、この関連のものなのでしょうかね。どうでしょう。この車完全に変身した。あんまり好きじゃないんだよな。まあどっちにしろとりあえずホイール変えときました。とりあえずのことですよ、とりあえずのこと。なぜかっていうと、これはもう紫のスカイライン用のものなので、ここ完成ホイール、完成ホイールさんのホイールが決まりましたんで、注文しときました。来週の頭ぐらいに来るので、とりあえずもう前よりこっちの方が全然いいと思う。そしてこれちょっと車高が高いので今下げてみようと思って。そしてレーシングシートはいい感じじゃないですか。黄色には合わないかもしれないよ。まあ合うんじゃないかと思う人がいるかもしれないけど、これから色が変わるのでいい感じじゃないでしょうか。そして今日はよくあるこうね、スカイラインにあるこう錆びる、こうこのモールがダメになってお水が入ってダメになるガラス、それはですね、このモールが腐ってたので今日ガラス屋さんに来てもらって、これはね、ユニバーサル、どの車にでもまあ会えば会えるタイプのモールにゴムにシールに書いてもらったんで、これを取り下ろしたところです。終わったばかなんだけど、ここに新しいシールを入れて水とかが入らない、ようにこれからも。そして非常に程度が良かったんです。中がよく腐っているところは本当にもうなかったので、程度の良さそうな、サビの面ではのいい車ですね。少し車高を通しましたが、まだいけそうな感じもしますよね。まだ行きます。ガソリンスタンドまで来ました。ずいぶん格好良くなりましたよね。車高を通してもうちょっと行けるんじゃないかと思います。もう少し余裕はあると思うので、前にでもだいぶ前より良くなったと思います。ガソリンがもうほぼないんで、古いガソリンしか入ってないので、必ずもう車買うたびに必ず使うガソリンシステムクリーナーを入れてから満タン。満タン高いよな。日本の方が何倍か、まあ倍ぐらい高いかもしれないけど、こっちも高くなりました。でもこれを必ず入れます、エンジンに。これを入れることによってこの古いガソリンとまた溜まってるなんかいろいろ悪いものをこう消毒してくれるガソリンシステムクリーナーです。おはようございます。昨日の試乗がうまくきましたよ。で今日初めてこれちょっと長めのドライブ、いや1時間ほどのところまで、車のイベントまで行ってみようと。ホイールは、昨日言ったように完成のホイールになります。とりあえずこのホイールなんだけど、やっぱり気持ち細いというか、もうちょっとやっぱりスペーサーが必要。前よりも後ろが特に結構ワイド感があるんだよね、この車。後ろもフォアドアの4枚のスカイラインよりワイド感があるので、これやっぱり足りない部分はある。1インチアフターのテールがついてるのも分かった。ほらこのテールランプがアフターだよね。オリジナル純正のものももらってるんだけど、とりあえずもうなんか悪くはないよね。可愛いというか、もうどうするかってラッピングの後は決めます。ナンバープレートも上がってるのが気になるので直しましょう。忘れる前に、ポッドキャストをまだチェックされてない方は、ぜひ、STPOB Podcast って入力して、検索していただければ、Spotify と Apple Podcast にもあるので、英語の勉強になるので、ぜひチェックしてみてくださいね。かっけえ。この辺、ここにもスイッチがあって、ここにもスイッチがある。
これもわけわかんない。アラーム系かな。あの下はあれはもうライトだと思うんだけど、もうありすぎてありすぎてわかりません。クラッチ聞こえますか？ベーシングクラッチか、その2枚のクラッチかな、入ってる。よし、よろしくお願いします、スカイライン君。もう何をしても入らない。あとこれ気になります。このブリッツのコントローラー、これ変えることによってブーストのターボの調整とかはになるのかな。あとはこの辺、これは何でしょうか。レコードプレイとか、やっぱりデータを録画して、もうあのデータをこう録音っていうか録画っていうか、こうしてからあれですかね、またパフォーマンスのチューニングとかをするための。でその下のダイル回す 2つあるやつは、あれは何でしょうか。影響があるのかな。やっぱりマフラーかました方がいいかも。本当はいいんだけど、もうちょっとこうなんか日本的な音するのは好きだよね。すごい、いいよね、興奮するんだよね、最高。